ほとんどの人が失敗することを恐れて成功することをしないんですよ。海外でも、海外の出店でイギリスで失敗でしょ、中国で失敗、アメリカで失敗、もう失敗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 したら僕はね、すっごく燃える。いや、この次成功するためにどういうふうにしたらいいのか。特にアジアの若い人、失敗を恐れなくてチャレンジする。古くから言ったらマーク・サンダー・スペンサー、その当時だとネクスト、リミティッド、ギャップ、今だと H&M とかザラとか、あるいはスポーツウェアで言ったらナイキとかアディダスとか、なんかそういったとこですよね。だから一つのものを参考にしたっていうよりも、我々独自でジョルダーノのままだとジョルダーノにやってもらえばいいですよ。タフボスじゃないと多分下の人は育成できないというふうに思います。人間はね、要求されることが大きくないと大きくなれないですよね、これ。だから人のいいだけの一見ジェントルマン風のボスは本当は最悪のボスかもしれない。IBM でも昔はね、肉切り機とかパンチカードみたいなのを作ってた。 GE ですらそうでしょ、電球作ってた会社ですから。だからもう変わらないと生き残れないんです。一番の失敗はね、僕はもう何回も失敗してることは、やっぱり自分の後継者を作ること。僕みたいな後継者はいらないんですよ、もう。で、僕はね、ファンダー でチェアマンで、プレジデントで、 CEO で、オーナーですよ。これはもうオールマイティ。こんなの一人でできるわけない。だからもしやるんだったらチーム経営でそういうことを分担しながら、いい CEO がいて、その人が采配を振るってやっていく。 Thank you.